445kg ホース、高い数値が出ました。この後ね、かなり高い数値が出ました。立ち合い強く当たりました竜電です。竜電も場所後に披露宴控えてますからね。あ、今場所じゃあ、きっちり勝ち越しときたいとこですよね。決まり手は送り出しを取っています。竜電勝ちました。勝った力士はこのように次の力士に力水をつけます。そして玉木さん見てください、右側の力士、はい、阿炎の美しい四股です。わー、直線になってすごいバランス。この四股を見てお客さんも大喜びです、柔らかいですね、関節、片足であそこまで開くとは、素晴らしい脚力。いや、本当に脚力とバランス見事です、さてそれでは両力士ご紹介しましょう。土俵上は沖ノ海と阿炎の対戦を迎えました。まあ、沖ノ海は組む相撲、相手と組む相撲を得意にしていまして、阿炎は突っ張りの相撲を得意にしていますから、この相撲の取り口が全く違うんですね。まあ、レスリングでもこの離れて戦うのが得意な人もいれば、やっぱりこう差して強い人ってもいるわけですよね。はい、それぞれの選手にありますね、得意な部分、私はね、組んでいきましたね。離れないで組んでいくっていうのが、これ組むのもですね、相撲も、相手の脇の下に手を入れるのを指すと言いますが、左差しが得意な人、右差しが得意な人と分かれてるんですよね。そうでしょうね、右からの攻め、左からの攻めとまたいろいろあるでしょう、から私もそうですね、そういった部分がありますね。浜口さんどっちが得意だったんですか？私はね、右差しです。指す場合は右差し、組む場合も右手でこの組んで、頭の首の部分を組んでいく感じです。自分のそういう得意の形になれたときは問題ないんでしょうけど、問題はその形になれなかったときですよね。例えば右利きなので左から攻められるとちょっと苦手だったり、対応しきれなかったりっていう部分はありましたね。その辺はやっぱり柴田山さん、こういう取り口が違う者同士っていうのはどっちが自分の形になれるかっていうのは大事ですよね。そこに差し手争いというね、立ち合いからの面白さがあるわけですよね、どちらが先手を取るか、またこれ同じ相四つだったら別ですけどもね、喧嘩四つであればですね、当然差し手争いはありますからね。そうですね、これはレスリングにもあると思います、さあ時間です。沖ノ海と阿炎の対戦です。じゃあ突っ張っていく阿炎、前に出ていく、攻めていくのは沖ノ海。沖ノ海起こしていく阿炎、いなした、押し出し、阿炎の勝ち。相手を起こしてからいなしました阿炎、お客さんも大喜びです。今日の相撲は柴田山さんいかがですか？沖ノ海はね、本当は左四つに、なりたかったんでしょうけどね、沖ノ海も阿炎の突っ張りに誘われたんですかね。沖ノ海はこう突っ張りましたよね、そしてこのままなんとか我慢しようと思うんですけども、沖ノ海もね、体がこうのけぞっているところをね、阿炎がうまく、阿炎これうまいんですよ、相手の力を技をね、力を利用してさっとこう引く、いなす、身のかわし素晴らしいですね。グーッと押してからの身をかわす、阿炎は最近体大きくなってきて、こうやってなんとか我慢してからこういう身のこなしになりましたけど、以前はね、最初からもうね、後ろに下がって、ああいう身のこなしをするような相撲を取ってましたから、だいぶやはり力つきましたね、これね。そうですね、決まり手は突き落としを取りました。阿炎初日白星です。今日は令和元年、しかも初日、最初の相撲ということで、みんな勝ちたい、何かこう新しい元号になって演技よく白星で始めたいという思いが強いと思います。激しい相撲が目立っています。なんかこう一つ一つの取り組みに、今日は勝ちたいぞって、とにかく明日よりもとにかく今日は勝ちたいぞという、そういう空気が漂ってますね、これね。先場所は随分平成最後のっていうのを何度も言ったんですが、今場所はもう令和最初のっていうのを何度も